はいどうも MJ です。今回はオーディションに行く前に聞いてくださいっていうお話をしたいと思います。今日の動画なんですけれども、ほぼアドリブで喋ります。いつもはね、台本用意してね、こうモニターに映して喋ったりとかしてるんですけれども、まあそれよりも今日はなんか台本をあえて作らないで、こう僕の気持ちとかを伝えていければなって思います。おそらくそっちの方がね、伝わると思うんですよ。気持ちとかこう熱意とかね。なのであえて今日は台本なしです。で、実は明日ね、24日ですね、お昼12時から、まあ、僕が新人発掘やってる芸能事務所のオーディションがあります。で、まあ、そこに受ける人もいると思うし、まあ、それ受けないけど、ちょっと MJ の動画勉強してるって方もいると思うんですけれども、まあ、どっちにも共通して言いたいことがあります。これはオーディション行く前に聞いといてほしいお話ですね。で、本題に入る前に、ちょっともしかしたらね、僕の動画初めて見る方もいるかもしれないんで、僕はね、MJ って呼ばれてて、俳優とか声優さん、タレントのキャスティングをやったり、あとは、こう、某芸能事務所でね、新人発掘みたいなことをやってる人間です。で、もし芸能界の攻略情報を知りたいって方は、まあ、チャンネル登録していただければなって思います。で、今日は何が言いたいかっていうと、まあ、これから芸能活動を始める人、すでに芸能活動やってる方、芸能事務所に入るのはゴールじゃないっていうお話ですね。よく多いんですよ。大手の芸能事務所入れれば売れるとか思ったり、とりあえずオーディション受かればとか、芸能事務所入れば面倒を見てくれるとか、そんなことはありえないっていう、ちょっといきなり厳しい話になっちゃうかもしれないんですけれども、芸能事務所に入ってからが、まあ、スタートなんですよね。まあ、入らなくてもスタートできるんですけども。で、やっぱり皆さんもね、ニュースとか見てわかると思うんですけれども、今ってね、大物芸能人が芸能事務所を退所したりとか、そういう時代です。で、まあ、コロナの影響もあるんですけれども、僕自身は自分で、例えばこのオーディション何件を役者に振ったりしたり、書類選考をやったりね、案件を振ったりしてるんですけれども、やっぱコロナっていうのもあるし、あと時代の流れもあって、今って芸能事務所に入ったとしても、仕事がもらえないんですよね。そういう現状です。今の芸能界って。で、これは、うちの事務所だけじゃなくて他の事務所も同じで、強く相談来ます。オーディション受かんないですとか、100件仕事応募しても、3回ぐらいしか仕事行ってません。その3回は全部エキストラです。もうエキストラでも嬉しいと思うんです、その子は。ね。そんな感じで今って仕事がもらえないんですよ。芸能事務所に入っても、大手だろうと、中堅事務所だろうと、小さいところだろうと。っていう現状を知った上で、芸能事務所に入ったから安心っていうのは、すごい、ダメだなって思うんですよね。で、じゃあ今度芸能事務所に入れた後の話をします。入れた後に何が必要かっていうと、誰も頼らないことなんですよ。まあ、頼ってもいいんですけれども、皆さんに教えておきたいのは、自分だけが絶対勝てる状況を作ってほしいんですよね。芸能界ってだいぶ汚い人もいるわけなんで、例えばね、プロデューサーが、ちょっと悪いプロデューサーがね、枕営業みたいなことをしたり、女の子と会えたりとかね、するやつ、未だにいますし。あとは、こう、うまいこと、この役者とか、声優、可愛い子とかを使って、なんか、儲けてやろうみたいな。で、アイドルユニット作ります、みたいな。で、めちゃめちゃこう、パーセンテージめちゃめちゃ取るとかね。また、昨日も動画にしたんですけれども、ライブ配信が今すごい流行ってて、誰かに構わずスカウトして、あんまりそんなマネジメントしないのに、こう、なんだろう、手数料だけめっちゃ取るみたいな悪い業者もいたりします。そういう世界です。って時に、皆さんは、誰かを頼ってもいいです。で、MJ 頼りたいって思ってる方もおそらくいると思うんですよね。なんかこの動画見てる方でね、MJ さんなら信用できるってコメントをよくいただくんで、それはありがたいことなんですけれども、もちろん信用してもらっても構わないんですけれども、それはダメです。思考停止で人を信用しちゃいけないですね。僕がもし悪者だった時に、あなたたちは騙されて、芸能界でとんでもないことになってしまいます。僕はそういう目にやってきました。はい。僕は、実は今はね、こういうキャスティングとかやってますけど、昔騙された人間なんですよ。僕は年間80万やられましたね。それだけじゃないです。映画の現場行って、横領、まあ、制作会社とか、それこそ、スポンサーか、200万円とか横領されてて、僕もう5万ぐらい、まあ、ね、5万って聞いたら大したお金じゃないじゃんって思うけど、当時21歳の僕にとっての5万って結構でかくて、騙し取られたりとか、あとはもう、ゲイのプロデューサーに寝取られかけたりとか、寝取られる違う、枕っていうか、狙われたりとか、そういう嫌な経験めちゃくちゃしてるんですよね。で、当時の僕っていうのは、この人は信用できるとか簡単に思っちゃうっていうところがあったんですよ。
この人に任せれば大丈夫、自分で考えるのをやめてました。事務所に入れば売れるとか、芸能事務所入ったからもう安心だとか、プロデューサー、いいプロデューサーと出会ったと思ってたんですけれども、全部崩れましたね。なぜならば、自分で考えなかったら芸能界ってうまくいかなかったんですよ。で、僕は、いろいろそういった騙されたりとか経験して、本当にやりたいことってのを見つけたんですね。僕は、自分が俳優になるのをやめたんですよ。それはなぜかっていうと、おそらく、自分と同じような境遇の方がめちゃめちゃ多いと思ったんですよね。で、まあ、僕の動画見てくれてる方ってわかると思うんですけど、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、割と仲知ってるんで、まあ、ある程度戦略とか知ってるんですよ。だから、ある程度自分のブランディングとかもできるし、自分が例えば芸能で俳優として売れていくための戦略とか思いつくんですけれども、そういった攻略法を自分のために使うよりも、自分と、昔の自分と同じような境遇にあった人を助けるために使った方が、おそらく世の中は良くなるなって本気で思いました。で、僕の本当の価値って何だろうって思ったんですね。俺、本当に俳優でいいの?みたいな。俳優になることが、一番僕の、なんだろう、やることかなって思って、多分違うなっていう。それよりも、俳優を助ける。これから騙されそうになるとか、でもなんか、とか、俳優になりたいけど、なり方わかんないとか、すでに俳優として活動してるんだけど、全然食っていけないとか、そういう人たちを助ける方が、MJ の価値があるって思ったんですね。だから、僕は俳優を辞めて、こう YouTube を始めて、で、芸能事務所の新人発掘とかをやるようになりました。はい。まあ僕の話はちょっと関係ないんですけれども、そういう思いを持ってやってるんですけど、その僕が一番伝えたいのは、悪い人が多いっていうお話なんですよ。で、悪い人も多いし、自分で考えなかったら芸能界っていうのは成功できないんですよね。何度も言うけど。ぜひ、これから芸能界目指す人は、誰に騙されても、オーディション落ちても、どんな悪いことがあっても絶対勝てる。自分だったら、この戦略だったら絶対勝てるっていう戦略を組み立てってほしいんですね。芸能界は確かに一部の人しか勝てないって思われがちです。俳優、声優になりたい。でも、声優を目指してるのなんか、例えば30万人いますよね。年間で。声優になれるの、実際年間100人とかもいないんですよ。ってなった時に、あ、勝てないじゃんって思うかもしれないんですけれども、僕は違うと思っていて、戦略をちゃんと練れば今は誰でも勝てるんですよ。で、その戦略を僕の YouTube で教えるし、僕の事務所来る人には、まあ、これは勉強会とかも僕は強制しないんですけれども、勉強会来る人には、まあ、教えるっていう感じでやっていきます。はい。まあ、なので、ぜひ、こう、絶対に勝てる戦略っていうのを作ってほしいです。オーディション行かなくても勝てる。騙されても勝てる。自分だけが勝てる。なんなら、僕の事務所は利用してもらって構わないです。大手の事務所行きたいのであれば、大手の事務所行くまでの実績が欲しいと。その実績を作るために MJ の事務所で仕事をやると。で、途中でもう捨ててもらったら全然構わない。途中で辞めていこうって事務所行くとか、全然うまいこと利用して欲しいです。で、もう使うか使われるかの世界なんですよ。芸能界なんて怖い話でね。で、もちろん、事実上僕の事務所入るってことは、まあ、事実ベースで言うと、僕がこう皆さんを使って僕がお金を稼ぎをするっていうビジネスなんですよ。芸能界っていうのはね、僕が仕事持ってきて、お仕事与えて2万円の仕事与えて1万円もらいますみたいな、10人やったら僕10万円もらえるみたいな仕事なんです MJ は。ってことは皆さんは僕に使われる側になると思うんですけれども、使われる側じゃなくて使う側になってください。うまいこと使って自分が売れる。それだけ考えて。うちじゃなくても、どこ行こうと、基本みんなを使おうと思ってくるから、逆にうまいことをこいつ使ってどう自分が売れるかだけ考えて、基本悪い人しかいないから、本当に。自分だけが勝てる状況を作ってください。で、安心しないこと。芸能事務所入ったから安心だとか思わないこと。っていうのだけ伝えたかったです。はい。ということで、世の中は食うか食われるか弱肉強食、芸能界はもっと弱肉強食っていうお話でした。悲しいけどこれが現実なんですよね。はい。ということで、皆さん、今日はこの動画は以上にしたいと思います。明日のオーディションはね、気楽に受けてください。なんか別にオーディションみたいな感覚で受けなくていいですよ、来る人は。楽しんでくれればいいです。で、僕も
基本僕はチャンスを与えるためのオーディションなので、こう誰かを落とすとかね、例えばイケメン美女しか撮らないとか、芝居が上手い人しか撮らないってことをしないです。僕は初心者にもチャンスを与えます。ただ落とす人ってのは遅刻するとか常識が守れないって人は落とします。最低限のことが守れれば、僕は初心者にもチャンスを与えるためのオーディションをやるので、全然緊張する必要はないです。遅刻さえしなければ問題ないです。ということで、今日の動画は以上です。明日は、オーディションを受ける人、楽しみましょう。以上です。バイバーイ。